ジョン・スチュワートは、米国のコメディアン、俳優、作家、およびテレビプロデューサー。米国のコメディ専門チャンネルコメディセントラルで、放映されている風刺ニュース番組、ザ・デイリー賞の司会として知られる。その人気を追い風に、第78回アカデミー賞、第80回アカデミー賞の司会も務めた。ニューヨークで生まれ、ニュージャージー州で育つ、ウィリアムアンドメアリー大学で、 心理学を学んだ。また、在学中は、サッカー選手として活躍。ジョン・スチュワートのキャリアは、スダンダップコメディから始まっている。その後テレビの世界に移行し、コメディセントラルや MTV の番組に出演した。1999年初頭から、ザ・デイリーショーの司会を呼び、脚本兼服プロデューサーとして、番組制作に参加。2005年には、同番組と共に、 エミー賞を受賞している。基本的にはコメディアンとして物事を茶化すスタイルをとっているが彼の幅広い知識や政治意識、そして時々見せる良識などは若者を中心に多くの人々から支持されている。2001年の同時多発テロ直後の回では特別に時間を取り涙を流しながら事件についてコメントした。彼はまたブッシュ政権やビル・オライリーなど 規制のメディアに対する批判でも知られている。2004年には、アメリカ、エイシチズン、エスガイド2デモクラシー・イナキションを、ザ・デイリー・ショーの他の脚本家やプロデューサーと共に着し、その内容のため論争を巻き起こした。本書は、主にアメリカの高校生向けのアメリカ誌の教科書を、自虐と風刺のスタイルでパロディ化しており、2004年度のアメリカ国内でのベストセラー15位となった。 2005年、第47回グラミー賞において最優秀、コメディアルバムを受賞し、2009年、第53回グラミー賞において最優秀、スポークンワードアルバムを受賞した。2011年、ウサーマ・ビン・ラーディン殺害の報道を受けて、連日自身の冠番組で話題に挙げていた。必ずしもビン・ラディンの死ばかりを扱うのではなく、アメリカのコメディ番組でよく、 用いられる他局のニュース映像を引用する形で、通常は見落とされがちな点にも、独自の切り口で迫っていった。例えば、オバマ大統領が、ビンラディン殺害の事実を公表した、記者会見の映像では、パキスタンのアボッターバードの発音が英語では、アボッタボと聞こえることから、ジョンが、オバマ大統領の映像に対して、ホワットと,とツッコミを入れていた。また、 各局のアボタバードの施設を探索して詳細に報告したニュース映像を引用してネスレやコカ・コーラ、ペプシなどの商品が置いてあったことを取り上げテロリストと日常生活が似ているなどとネタにしていた。さらにはビンナディンの死体画像がオバマ大統領に公開を止められた一方でそれら未公開の写真を見た政治記者がその精算な様子を語る映像を引用して後、 ボーンズや CSI などの犯罪ドラマのタイトルをいくつも掲げた映像を横に全てのテレビ番組では、と、その生産な現場を視聴者はテレビドラマで頻繁に見ている、といった政治風刺も欠かさなかった。ありがとうございます。